解決やんちゃ丸2、カラクリランド、これはね。非常にオーソドックスなアクションゲームなんだけど、前作より完成度が高くて、より楽しめるようになってるんだ。前作のやんちゃ丸って、どんなアクションしてたの？前作では、主に刀攻撃と手裏剣を使って戦ってたんだ。でもね、ちょっと忍者としてはシンプルすぎたかな。だから、この続編ではいろんな新機能が加わったんだよ。新機能って、具体的に何があるの？まず、やんちゃ丸の見た目が大きく変わってね。もっとかっこよくなったんだ。そして、刀を取り落とすことがなくなったから、バトル中に武器を失う心配もなくなったんだよ。さらにさらに、動物に変身する忍術を習得して、より多彩な戦い方が可能になったんだ。変身するって、どんな動物になれるの？いろいろな動物形態があって、それぞれ特技が違うんだ。例えば、速く動けるチーターや、水中を泳げるカッパもいるよ。この忍術のおかげで、ゲームの戦略が深まってるんだ。へえ、それは面白そう。ストーリーはどうなの？本作のストーリーは、カラクリランドで起こる冒険なんだ。やんちゃ丸が消息を絶ったくるみ姫を救出するためにね、多くの困難を乗り越える必要があるんだ。くるみ姫って誰？くるみ姫はこの物語の重要なキャラクターで、やんちゃ丸の友達でもあるんだよ。彼女を救うためやんちゃ丸は全力を尽くすんだ。すごくドラマチックだね。そうだね、プレイヤーを引き込む魅力的なストーリーさ。このゲーム昔は本当によく遊んだもんだ。なんとも言えない魅力があってね、今でも思い出すよ。パーマンパート2は藤子 F 不二雄先生の作品だよ。スーパーヒーローギャグ漫画としてドラえもんに次いで人気なんだ。このゲームは漫画だけでなくアニメやゲームにも展開されているんだよ。ゲームではどんな特徴があるの？この続編ではパーマンの能力が大きくアップグレードされてるんだ。特にマントを使って本当に飛べるようになったことは大きな進歩さ。前作では飛ぶことができなかったからファンには嬉しい変更だね。飛行能力ってゲームのどういうところに影響するの？飛べることでステージの探索が楽になったり、敵に対しても上から攻撃できるから戦略が広がるんだ。さらにパーマン1号から4号まで自由に選べるようになったよ。キャラクター選択が自由ってどんなメリットがあるの？それぞれのパーマンには個性があって、使い分けることでゲームの楽しみ方が増えるんだ。ただステータスは同じだけどね。ステータスが変わらないのは少し残念だけど、グラフィックが綺麗になったのは嬉しいね。そうだね、ビジュアル面の改善は目を引くよ。パーマンの名前の由来知ってる？スーパーマンからスが抜けてパーマンになったんだって。なるほど、面白いエピソードだね。藤子 F 不二雄先生のユーモアが感じられるよね。前作のファンもこの新しい機能には喜ぶはずだよ。飛ぶ喜びを実感できるし、キャラクターも豊富でね。パーマンたちの冒険、次はどんな展開が待っているのかな？それはプレイしてのお楽しみ。毎回新しい驚きがあるからね。それにこのゲームはアクションだけじゃなくギャグも満載だよ。ギャグがあるともっとプレイするのが楽しみになるね。だからパーマンパート2はいつでも楽しい時間を提供するよ。ナポレオン戦記はフランスの有名な皇帝ナポレオン・ボナパルトの歴史的な足跡を追うゲームだよ。これは戦略シミュレーションジャンルでとても本格的なんだ。どんなシナリオが用意されているの？全部で8つのクエストがあって、イタリア遠征から始まるんだ。最終的にはヨーロッパ統一のためのライクチヒの戦いに挑むよ。ゲームの途中で敗北した場合はエルバ島からの脱出クエストが発生するんだ。ナポレオンが幽閉されたエルバ島からの脱出もプレイできるの？そうだよ、
ゼルバ島での生活と脱出を描いたクエストがあって、プレイヤーはナポレオンの知恵と戦略を駆使して脱出を試みるんだ。このゲームではナポレオンがどれほど戦術に長けていたかがよくわかるよ。ゲームオーバーになったらどうなるの？ゲームオーバーになるとナポレオン皇帝から厳しいお叱りを受けるんだ。それがまたプレイヤーにとっては大きなプレッシャーになるよ。シナリオが不利な状況から始まるって本当？本当だよ。プレイヤーは常に不利な立場から戦いを始めることになる。これがまたナポレオンの戦術的才能を存分に発揮するチャンスなんだ。シミュレーションとしては非常に戦略的な思考が要求されるからね。ナポレオンの戦略って具体的にどんなもの？ナポレオンは敵の弱点を見抜くのが得意で、適切な時に適切な場所で攻撃を仕掛けることで知られているよ。このゲームではそうした戦術を使って難局を乗り越えるんだ。それってすごく難しそう。確かに難しいけど、歴史的な背景を学びながら楽しめるから、チャレンジを楽しむことができるんだよ。ナポレオンの軍事的才能を自分で体験できるのはこのゲームの大きな魅力の一つだね。メジャーリーグという映画をご存知かな？アメリカのプロ野球リーグ、メジャーリーグベースボールを舞台にしたコメディ映画だよ。主にクリーブランド、インディアンズというチームの話を描いているんだ。日本ではどうなの？聞いたことある気がする。日本ではメジャーリーグにバトンネルズの石橋貴明さんが出演していて、より有名になったね。結構面白い映画だよ。この映画を元にした野球ゲームもあるんだ。ゲームの内容はどうなってるの？ゲームは基本的にファミスタタイプの野球ゲームで、映画の雰囲気を楽しみながらプレイできるように作られているんだ。初心者でも安心して楽しめるシステムになっていて、すぐにゲームの流れをつかむことができるよ。ただし映画と同じタイトルを使っているにもかかわらず、大人の事情で選手名やチーム名が映画のものから変更されているんだ。名前が変わってるってどういうこと？映画に登場する本物の選手名やチーム名を使うとライセンス料がかかるから、似たような文字利名で代用しているんだ。結果的にこのゲームはアメリカ版ファミスタのような感じになってしまっている。それでも楽しい要素はあるの？もちろん、ゲームは映画のコメディ要素を生かしたイベントが多くて、画面上でのユーモラスな演出がプレイヤーを楽しませるんだ。特に映画の有名なシーンをゲームで再現している部分もあって、映画ファンにはたまらない内容になっているよ。さらにファミスタに似た操作性で野球ゲームが好きな人にもぴったりだね。ゲームをプレイする時のポイントは？ゲーム中には選手の特徴を生かした戦略が重要になるよ。速球を得意とするピッチャーや強打者をうまく使ってね。それにランダムで発生するコミカルなエラーやアクシデントも見どころの一つだよ。だからメジャーリーグのゲームはただの野球ゲームとは一味違う楽しさがあるんだ。迷宮島とは夢の国の少年キックルが主人公のアクションパズルゲームだよ。キックルは氷漬けにされた夢の国、国王、お姫様を救い出すための大冒険に出るんだ。冷気を吹き出して敵を凍らせ、その凍った敵を海に蹴り落として進むんだよ。敵を凍らせて海に蹴り落とすってどういうこと？凍らせた敵を蹴り落とすことで新たな土地を作り出し、それがプレイエリアを広げるんだ。この新しい土地を使ってステージ内の宝袋を全て集めることが目標になるんだ。ステージはどのように構成されているの？ステージは野菜の国、果物の国、お菓子の国、おもちゃの国という4つの国で構成されていて、各国にはそれぞれ異なるテーマと難易度があるんだ。全部で67ステージがあり、各ステージは独自のパズルとチャレンジを提供するよ。全部クリアする特典はあるの？はい、全部のステージをクリアすると
さらに高難度のステージが20追加されるんだ。これらの追加ステージはさらに複雑で戦略的なアプローチが求められるから、上級プレイヤーにとってはかなりの挑戦になるよ。各国のボスキャラはどんな感じ？各国の最後にはボスキャラが待ち構えていて、それぞれ特有の攻撃方法やパターンがあるんだ。ボス戦は単なる力のぶつかり合いではなく、パズルを解くように戦略的に進める必要があるんだよ。例えば野菜の国のボスは速い動きと突進攻撃が特徴で、プレイヤーはタイミングよく霊気を使って反撃しなければならないんだ。このゲームはただ敵を凍らせて進むだけでなく、どのように土地を拡張していくか、どのように戦略を立ててボスに挑むかが重要になってくるんだ。ゲームプレイがとても戦略的で面白そう。そうだね。アクションとパズルの要素が組み合わさっていて、プレイヤーには常に新しい挑戦と楽しみが提供されるんだ。今回紹介するゲームはホトトギス。イチファイズ都市の戦国時代が舞台だよ。パッケージデザインがすごいんだ。戦国武将が矢が頭に刺さっていて目を引くよね。そのパッケージインパクト大だね。どんなゲームなの？このゲームは戦国時代を舞台にした戦略シミュレーションゲームで、プレイヤーは40の戦国武将から1人を選んで全国統一を目指すんだ。信長の野望シリーズに似ているけど、独自の特徴もたくさんあるよ。具体的にどんな特徴があるの？国の運営や計略、さらには政略結婚まで含めた国家敬礼ができるんだ。合戦では敵兵を全滅させるのではなく、士気をゼロにして勝利するシステムがあるよ。士気をゼロにするってどういうこと？本作では戦場での精神状態が非常に重要で、敵の士気を削ぐことがキーになるんだ。小競り合いが多かった実際の戦国時代の戦いを反映していて、リアルな戦略が求められるよ。戦略的な深さがあるんだね。プレイするのが楽しみ。プレイヤーは武将としての戦略的思考だけでなく、人間関係の構築も重要になるよ。政略結婚を通じて同盟を結ぶこともできるし、多角的なアプローチが可能だね。グラフィックはどうなってるの？グラフィックは時代感を感じさせるリアルなもので、戦国時代を色濃く再現しているよ。各武将のキャラクターデザインも個性的で、プレイヤーが感情移入しやすいんだ。ゲームのプレイ時間はどれくらい？ゲームの長さはプレイヤーの戦略によるけど、十分に長い戦略的なセッションが楽しめるよ。短いゲームを望む人には調整可能だし、長期戦にも対応しているから自由度が高いんだ。全国統一を目指す過程で多くの歴史的なイベントにも遭遇するよ。歴史を深く知ることができるし、学びながら楽しむことができるゲームだね。さて、西村京太郎ミステリースーパーエクスプレス殺人事件とは、西村京太郎先生の戸塚は警部シリーズを原作とした推理アドベンチャーゲームだよ。これは人気のブルートレイン殺人事件から2作目の作品で、短い間隔でリリースされたが、ファンには待ち望まれた続編さ。続編が早く出たって、内容は大丈夫なの？ご心配なく、基本的なゲームシステムは前作を踏襲しているけど、その安定したシステムがむしろこのゲームの魅力を増しているんだ。特に日本の電車ダイヤを使ったトリックは推理ゲームとしての緊張感と楽しさを倍増させているよ。電車のダイヤを使ったトリックってどういうこと？犯人がどのようにしてアリバイを作り上げ、罪を隠蔽したかを解き明かすのがキーポイントなんだ。複雑な電車のスケジュールやルートを駆使して、プレイヤーは真実を暴くための手がかりを集めることになる。他に面白いポイントはあるの？このゲームの魅力は、ただのパズル解決に止まらず、西村先生の描くリアルで魅力的な登場人物たちとの対話も楽しめるんだ。ゲーム内で展開される物語や対話は、まるで小説を読んでいるかのよう。
このゲームシリーズはどう進化していくの？この後、シリーズは PC エンジンや 3DO といった異なるプラットフォームに移行し、さらに多くのファンを獲得することに成功したんだ。各プラットフォームで若干の違いはあるものの、基本的な魅力はそのままに、新たなファンも楽しめる内容になっているよ。西村京太郎先生のトラベルミステリーの世界を深く掘り下げて、プレイヤーが直接謎を解き明かす喜びを体験できるんだ。ゲームを通じて推理作家の技術も学べそうだね。まさにそうだよ。このシリーズは推理の醍醐味を存分に味わえるから、推理小説が好きな人には特におすすめだね。そして戦いを諦め